嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくてあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。Jタワービルっていう府中にあるビルの上の方で上がれてましたね。20代後半風俗嬢です。月給200万、貯金2500万、無能なので4000万まで貯めたら投資信託の配当金で生活自分に合う昼食を探すプランは現実的ですか？いいえ。まず投資信託を買う時点で騙されてると思います。投資信託って結局その信託手数料で預けた額の、1.5% とか取られたりするんですよね。なので、すげえ優秀な投資信託だと、3% 稼いで 1.5% 持っていくとかになるんですけど、無能な投資信託だと赤字を出してさらに投資の信託手数料を取ったりするんですよ。で、2年前か去年か忘れたんですけど、銀行が投資信託の販売ができるようになって、で、銀行がおすすめしてる投資信託って全部赤字だったんですよ。要はその銀行にどんな投資信託買ったらいいのっていうと、あ、これおすすめですって言われるやつは、どれを買ってもみんな損したっていう、99% 銀行が勧める投資信託が損をするっていう結果になったんですよ。っていうぐらいあって、投資信託ってマジで信用ならないんで、普通にインデックスファンドだったりとかを、で、要はインデックスファンド買うと、ノーロードって言われて手数料ほぼゼロみたいなのがあるんで、そういうのの方がよっぽど安全だと思います。はい。投資信託で生きていきたいのですが、無理です。元手のお金いくらあれば、生涯年収3、4億円になりますか？投資信託で、いいやつで、2% ぐらい、利回りあるかと思うんで、そうすると多分、生涯年収3億円もらうためには、600億円ぐらい必要なんですよね。で、600億円あったとしたら、多分、投資信託で生きていかないとか言いません。大体ね、1億ぐらいから声かかるかもしれないですけどね、5億ぐらいになると、証券会社が直接コンタクト取ってくるんですよ。要は投資信託って、投資信託屋さんが、俺こういう投資信託やってるから、お前ら買えよって言って、その一般市民が、これ投資信託買いたいんですけどって行くじゃないですか。じゃなくて、証券会社が連絡してきて、こういう商品あるんですけど、いかがですかみたいなのをお勧めしてくるんですよ。前にこの話したかもしれないですけど、僕特定の会社の株を買おうと思ったことがあって、で、その時5000万円ぐらい買おうと思ったのかな。で、5000万円分の株を買おうとすると、普通の場合って5000万円払っても、5000万円分の株しか買えないじゃないですか。当然ね。で、その後証券手数料取られるんですよ。で、仕組み債っていうのがあって、5000万円分の、じゃあ仮にそれでは Google だとしましょうと。Google の株を5000万円分ください。で、買おうとしてる株価があるじゃないですか。で、5000万円分買うって決めた状態で、本当に買うのは、ただし1ヶ月後なんですよ。で、その1ヶ月後に株価がめちゃくちゃ上がってたとしたら、僕は、その Google の株は買えないんですよ。要するに例えば1万円の株を1万円で買うって言って、5000万円分だと5000株じゃないですか。で、その時点で買って、じゃあ株価が2万円になってたら、1億円で大儲けじゃないですか。でも、そうならないんですよ。要は、僕が買うって言った日に、その5000株っていうのは手に入らなくて、その倍になったとしても、その株ではなくて、5000万円に利子 10% かなんかですか？500万円もらえるだけなんですよ。要は、今買った時点で5000万円のもの、5000万円の株買っとけば、1ヶ月後に倍になってるんだから、その倍の得する分なくなるから損じゃんっていう考え方があるんですけど、逆にその場、じゃあなんでその取引を使うかっていうと、じゃあ1万円分のその Google の株を買いますと。で、1ヶ月後にその1万円分が8000円分になって2000円損してたとしても、5000万円分の株を僕は買わなきゃいけないんですよ。
なので、その1ヶ月分、その1ヶ月経って、その 20% 下がったとしても、損、これ大丈夫？僕今お酒回って説明してるからすげえわかりづらいよね。わかり、ちょっとじゃあ、説明もう一回、やり直します。わかりづらいんで。証券会社で5000万円分の株を買いますって言った時点で、僕、4900万円で Google の株が買えるんですよ。要は、100万円分安く買えるんですよ。その代わり、現物を渡されるのが1ヶ月後なんですよ。なので、その、普通に5000万円の株っていうのを5000万円で買うのが当然で、で、証券手数料とかかかってもちろんかかるんだけど、その仕組み債の場合って、100万円安く買えるんですよ、Google の株が。で、それで買うと、証券手数料もかかんないし、100万円株が安く買えるんですよ。ただし、引き渡しが1ヶ月後になるので、株価がめちゃめちゃ上がった場合とかは、利益が取れなくなるんですよ。要は、この日の時点で今日の時点で現物5000万円分もらってて、1ヶ月後に株価上がってたら、株価上がってた分の得があるじゃないですか。でも、1ヶ月後に5000万円分の株が渡されるだけなんですよ。これで説明わかる？で、なんでそれをやるかっていうと、僕は、その、Google の株を買いたいと思いました。で、売る気はありません。売る気はなくて Google の株を買いたいと思ってます。なので、買えるんだったら安い値段で買いたい。なので、100万円安く買えるんだったら100万円安く買いますよと。で、売る気はないので、株がどう動こうと別に関係ないから買いますっていうのが僕のモチベーションなんですよ。なので、単に買おうと思った株が100万円安く買えるっていう買い方として僕はその仕組み債を使ったんですよ。で、その仕組み債って、普通に証券会社に行って、それ買いたいですって言っても、やってくれないんですよ。仕組み債のようなものっていうのを、その証券会社が作って、例えばじゃあ Google の株を 10% 安く買う仕組み債っていうのを組むから、これに投資した人、はいはいって言って手を挙げてっていう感じで、その、もともとプロジェクトとして立ち上がったのに参加するっていうのであれば、参加できるかもしれないですけど、誰も買おうとしてない株の場合って、自分自身がプロジェクトをスタートさせなきゃいけないので、それってやらせてもらえないんですよ。お金ないと。でもお金があると、それやらせてもらえるんですよ、証券会社と話をして。っていうその仕組み債とかがあるので、普通に株を買うよりも利益率が高く株を買うことができるんですよ。なので、その、投資信託みたいな、その一般市民が買えるものを買わなくて、本当に株で儲けたいんだったら、その、一般市民が買えない株の形で買ったりできるんですよね。あと、その、証券会社にお金いっぱい突っ込んどくと、新規公開株の紹介も来るんですよ。その、オンライン証券とかで、そのなんか新規公開株の抽選とかっていうのでボタンみんな押してると思うんですけど、その新規公開株って基本的には9割以上得するんですよ。まあ、新規公開になった途端に株価が下がるっていうのは、ほとんどないんですよね。まあ、たまにあるんですけど、基本的にはその上場するときっていうのは、株価が上がって、みんなが買うから上場させるっていうので、証券会社とかがいろいろ仕組みを作るんですけど、なので、その、新規公開の割り当ての株っていうのは、ほぼ必ず得するんですよ。で、その株って、じゃあ誰に売るのっていうので、抽選でやってるように見えるんですけど、実際は、お金持ってる証券会社が仲良くしたい顧客に配られます。なので僕、その証券会社に結構お金突っ込んだ頃って、電話が来て、その、今度こういう新規公開あるんですけど、やりますって言われて、あ、やりますやりますって言うと、その勝手にその金額分引き落とされて、で、勝手にその新規公開の株が手に入ってて、で、上場した日に売ると、なんかなんか10万とか100万とか得するみたいな。で、前回ありがとうございましたみたいなので、ってなったりするんですよ。なんでそのお金持ちになると、一般の人とは違うお金の稼ぎ方が発生するんですよ。なので、投資信託で儲けようっていうのはあんまり金持ちがやることではないと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。 Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay, choose. Who's fault? いや、帰ってね。